紫の画像みたい。1人2個とか買えるか。買えないやろ。おばさんいろ。コンビニ4月か。あ、入間はね、おすすめしない。入間はダメ。あー、これね。いや、どうなんこの紫。いや、じゃ可愛くなくない？どう？俺、エヴァンゲリオンの方の紫かと思った。違うやん。おばさんやん、これ。これ赤やん。シソやん、これ。まだ水色の方がいいんじゃない？これ。そんな騒ぐようなモデルチェンジか、これ。今のままでもいいんじゃないの。2本吸えるし。ダメな。停止機能がそんなにいいの。え、これ2色なの？ 5 色だよね。全種類ちょうだい、これ。これでよくない？ダメな。2本吸えるで、これ。停止。停止したらまずくなるんじゃねえの？これでよくない？少し待てば次は4本吸えるの発売されるパターン。なんなん？あんまりいい色じゃないんだけど。エヴァンゲリオンのさ、あの紫俺好きなんですよね。エヴァンゲリオンカラー出してほしいよね。黄緑とあの紫のさ。うん。俺、全くモデルチェンジするんかと思った。もう一緒やん、形。おもんな。フルモデルチェンジちゃうやん、これ。液晶がついただけやん。うん。入間の欠点ね。薄いんですよ。吸ったことある人、わかると思うけど。で、入間に慣れちゃってる人は楽だから、入間買うんだけど、こっちのタイプと、イルマはね、熱量が違う、全然。煙の多さが違う。俺は感じたね。どっちも買ったことあるけど。なんか軽いんよね。喉のこの、蹴る感じがないんですよね。うん。キック感っていうの。カッて来ないんですよね。薄いんだよね。吸い応えがね、全然違う。ガツンと来るんだ、こっち。熱がすごいんだよ。多分熱くできるんじゃない？こっちの方が。うん。わかる？イルマワンに慣れちゃってる人はイルマワン行くんだけど、コンパクトだし、うん。ガツンって来ないんだよ。なんか違うんだよ。熱量がないね。そんなに熱を持たないんじゃない？こっちの方が熱くできるんじゃない？加熱力があるんじゃない？こっちの方が。そう。違うんだよね。だから俺買いたくないね、入間は。チャッチンですよね。弱いよね。うん。あー、来た来た来た。全種類来た。うわ、これか。ちょっと微妙。ちょっと待って。全種類来た。何これ。迷う。
微妙なんだけど全部。どうしよう、なんか黒かな、黒いくかな俺だったら。あ、ここです。あー、こちゃんいいよ、ここです。プライム、何プライムって、え、これ以外にあるの、なんか色が5種類じゃないの。これちょっとくぼっちに色決めてもらうか、くぼっちのセンスで。うん、何色がいいか。ティファニーじゃないよこれ、これとこれ一緒やん、これ一緒やん、え、これ一緒やんか、一緒じゃないこれ、この人、うん、あ、フィルターがかかってるから。一緒やん、液晶がついただけだよ。限定色出る、確かに確かに絶対限定色出るわ。現物ね、現物。おじさん出てきちゃ、おじさん出てきちゃったね、ごめんね。誰、おじさん出てきちゃ、そんな変わんなくない、でも変わる、ちょっと変わるぐらい。変わるか。プライムの色って何、プライムって。あ、限定色来た、これか。あー、ガーネットレッド、うわ微妙、ガーネットレッド来た。微妙、プライム、何プライムって。会員限定、アイコス、アイコス会員限定、いらんなぁ、シソやで、シソいらんわ、いらん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 、シソやんか。これアイコスのデザイナーさん大丈夫そう、これ下手なの、マーケティング売れるわけね、こんなのアホかって。もうちょっといい色あるやろ。カンさんコメント来た、なんて。2位が張り合いないからやる気で、ああね。2位がね、確か強くないからね。ああ、確かに。弱い。うん。ほんまに色が、色、カンさんだったら何色だこれ、黒かな、ブルー。くぼっちいないんだよ、公園来たけどいないし、どっか行っちゃってるわ。ティファニーではないでこれ、うん、もうちょっとティファニーブルーが良かったよね。もういらんかこれ、いらん、なんかいらなくなってきたな、なんかメンエスのエミにめっちゃ似てるやついるんだけど、あれ違うよね、メンエスエミ。いらんな、並んでまでじゃない、ちょっとサーバーダウンしてまでじゃない、ちょっと4月に買えるんでしょ、ちょっといらん、価値がちょっと
店頭で買う場合は公式の会員登録しないと買えない。いらんな、並んでまでは。社会現象起こすな、こんなんで。バカか、バカなんじゃない、騒ぎすぎじゃない、ちょっと。うん、くぼっちも言うと思うよ。言わないしね。うん、これでいいよ。こっち安くなるんじゃない、逆に新作出たら。どうなんだろう、アイコンショップ行ったらこっち安くなるでしょ、ちょっと。もう限定って言葉に弱いからね、女の子は特に。限定、うん、ミーハーが多いからね。これいくらだろう、4000ぐらい、4000か3000じゃない、3キュッパとか2キュッパじゃない、これ。え、めっちゃ値打ち超えてない？ 6000 だって、6000だっけ値段。めっちゃ値打ち超えてなかった？新しいやつ。いくらだっけ？めっちゃ高くなかった？値段書いてないか、これ。値段書いてないよ。紫買っちゃった？シソ？ 6キュッパ。値打ちこきすぎじゃない？値打ちこきすぎじゃない？いらんくない？ 7000 も出して。いる？買いになると2000匹、3000匹のキャンペーンがある。イルマは1キュッパで買った。うん、スタバの新作キャラメリミルクコーヒーフラペチーノ新作ある。あ、そっち行くか、そっちレビュー行くか、スタバ、そっち行く、スタバの、スタバの新作行くか。いらんもんな、こんな並んでまで。これ失敗だろ。でもあのアイコスのさ、アイコスのさ、このミントあるじゃん、ミント、メンソールのやつ知ってる？この葉っぱの方のミントの方あんじゃん。 そのミント吸ってる人はさ、これ一緒に持ってたら、このブルーは色が合うね、一緒だわ。うん、奥村さんが吸ってんだよ確か、ミント。奥村隆ミント吸ってて、これ一緒にこうやって置いとく分には映えるというか、色がねマッチするというか、こうやって置いたらね、あの箱とさ、うん、こうでねえと、おそろで置けるっていうか、うん、どこおしゃれなカフェとか行って色が統一感が出ておしゃれ。ちゅうかさ、本体の色ダサいやん、カバーつけたら意味なくなんの、意味なくない？カバー売ってんじゃん、カバー売ってるよね、何色でもいいんじゃねえの、ぶっちゃけ。あ、でもこれはカバーつけれねえわな、これは、これは無理だな。でもあの TikTok とかでさ、色塗っちゃう人いない？これ TikTok で CM 流れてこない？綺麗にコーティングしちゃう、塗っちゃえばいいんじゃない？いるよね、なんかデコレーションしてる人、それでいいんじゃない？シール。ダサいわこれ。あんまいい色じゃないよこれ。騒ぎすぎじゃない？ちょっと。争奪戦やってるな、奈々ちゃん。争奪戦。そこまでじゃない？
転売だな、転売。え、何ブラジルの人って誰、ブラジルの人って誰、え、あの地投げ軍団いなくなったの、ベトナムでしょ、誰だブラジルって、ベトナムだろ、ブラジルってなんだよ、え、ベトナムいなくなったの、どういうこと、地投げでしょ、おはよう、キングオブウルフだっけ、太鼓棒来たの、ベトナムだよ、なんだよベトブラジルって、昨日いたよな、いたよ、まだいるよ、うん、はや、花粉がすごい今日、あ、ごめんね、鼻水拭いた、ティッシュで拭いちゃった、ごめんね、鼻水ついちゃうかも、みんなの顔に、ごめんね、なんか嫌な気持ちになった、ちょっと鼻かんだティッシュで顔拭かれた感じ、うん、すんなり帰ってた、奈々ちゃん、ベトナム今日誕生日、マジかよ、めっちゃ爆投げされるんじゃね、うん、あ、ありがとね、羽ペンちょうだいね、今来たお友達、羽ペンちょうだい、頼むで、くもちゃん明日誕生日だね、明日ちょっと一日一緒にいてあげないとな、誕生日だし寂しがりだからな、あいつ、ハネピアンです、ありがとね、どこ行ったやろう、ケーキいるか、ケーキ買う、綿菓子ね、綿飴ね、綿飴買うか、おお、びっくりした、びっくりした、あ、こんにちは、くぼっち、くぼっち、くぼっちかアイコスに使ってて、お母さんが、あー、お母さんパジャマ、あれステッカーは欲しい、どっから来たの、岡崎、岡崎が来たの、お母さんパジャマ、お母さんパジャマ来たの、よくわかったじゃん、ここよくわかった、探してて、うん、で、渡したくて、会いたくて、うん、ずっとファンなんで、娘が、あら、娘ちゃんが、ここの娘ちゃん、せいちゃん好きなの、本当、お母さんと娘ちゃんと、娘ちゃんいくつよ、10歳、せいちゃん好きなの？そうでしょ？本当？マジかよ。あ、これでこのステッカーも終わりだ。配信タイガースラスト、これラストっす。おめでとう。ラスト、最後のステッカーこれ。あ、いいよ。よっこら、せいじと、マジか、せいちゃん好きなの、携帯持ってんの、10歳で、あ、私のオフィル、え、オフィル、じゃあ、こうやってこう、ここ見て、ここ、こっち見て、
OK。 ママのアカウントはなんてやつなの？されてんの？ちょっと見たい。え？あ、グッチ？グッチの、グッチの前に、くぼちが寝てて、探してくれたの？あら、ありがとね。ママのアカウント見して。ママのアカウント。相互フォローだって。相互フォローなってます。どれどれ。フォローなってますよ。もう一人乗ってる？車に。あ、息子です。あ、息子ちゃん？うわ、来てくれたんだ、岡崎から。いや、名古屋。名古屋なの？ナンバーが岡崎だっけ。グッチの前で寝てますって教えてくれた人。どうぞ。あー、知ってる。はい、マジか。はい、あ、そうなん。へえー、投げてくれてるね。ありがとうね、いつも。はい、そうだ、相互フォロワーだ。あの娘にステーカー欲しいって嫌だって言ったら、うん、自分でもらいに行くって言って。マジか。探してて。そんな好きなの、せいちゃん。入れれるね、10歳でせいちゃん好きって。混ぜてるね。無限の彼方へ。さあ行くぞ。飛んでるんじゃない。落ちてるだけだ。かっこつけてな。あ、ありやす。また、ありやす。また応援お願いします、ママ。アイテム。アイテムお願いね、ママ。ママ。逃げた、逃げた。大事なとこ聞いてない。写真撮ったよ。すごいな、10歳。もらっちゃったよ。子供さん2人いた、2人。春休みなんかな。天城もらった。名残りす。せいちゃん好きってやばくない ?10 歳で。大丈夫かな。子供にも人気あんの俺。俺柴田だけかと思った。幅広いね。将来心配だよね、ちょっと。うちの子もせいちゃん好き。マジで。どういう目線で見てるわけよ、子供たちは。ヒーロー、カバー、動物。あ、サム引かなきゃダメだね。どういう目線なんだ。動物として見てる。アイコンがヒーローみたいでしょ。いやー、これ自分の娘とか息子だったら見せれないよ、こういう配信。俺サム出ちゃうで。 YouTuber 的な感じ。いやー、違うんじゃない。またお前がが好きや。お前ががじゃあお母さん投げないと。ファンタスティック、新しいパパだよって。幅広いよね、ちょっとね。俺の人気が結構幅広いね。下ネタちょっとやめた方がいいかな。猫も好きなの、俺のこと。奥さんでっかいのとか、でっかいの来たよとか、下ネタバンバン言ってるよ。大丈夫な。犬も好き。よっこらせいじ。動物好きだね、子供ね。うちの息子お年玉もらった時、お前がって義母に言ってた時焦った。マジかよ。お前が言っちゃってんの、リアルで。お金もらった時、それやばいじゃん。義理のお母さんに、お前がアラブ石油王、ビリゲスソフトバンク相場さん、今夜お前がトップワン、義母がいないとやっていけない、ドン作らすこい、そうおりゃセクシードンピー20倍ファンタスティックありだすって。
それやばいやん。それやばいやん。な、何何ってなるやん、その義理のお母さん。うん。旦那さんのお母さんに言ったったの。やばい。おばあちゃんびっくりするよね。うん。バズライトイヤーみたいでかっこいいって。倍率が悪いっていう。倍率悪いなって。20倍出なかった。よくわかったね。ここわかる人いるんだ。この場所。初見さんわかんないでしょ、これ絶対。一面だったらわかるの、ここ。名古屋の人だったら。来れるもんな、ナビなしで。だって場所言ってないじゃん、俺。公開してなくない？わかるの、ここ。名残す。あ、あそこねって。公開してないのに。わかる？びっくりだよ、コンコンって。びっくりした、俺。寿命が2年ぐらい縮まったんだけど、今ので。びっくりした、ドキってなって。ずっとこっちで集中したからさ、よっ。おぉって。なんか予告とかあってもよかったよ、今から行きますとかさ。うん。今近くにいるんですとかさ。職質とか思ったよ。俺なんか拉致られんのかと思ったら誰かに、うん、こっち系かと思ったら。コメントあったの？もう分からんよ、アイテムつけないと。ママアイテムつけてよ。分からんかったよ。部屋番号昨日分かったよね。あれドンピシャだったね。今なんか言うんだけど、あれドンピシャ、ホテル名と部屋番号ドンピシャ当てられちゃって、昨日。もうびっくりした、マジ。怖すぎやろ。ブロックしたわ、俺。怖いよ。従業員なの、あれ。怖い。ピンポイント。夜中の3時ぐらいに昨日やったんですよ。もう、近くにいたのか、てか、そのホテル使ったことある人でも、部屋番号までわからんやんか。怖すぎね。あ、せいちゃんのホテル泊まったことあるぐらいで、名前と部屋番号まで書かなくね、普通。これ、エアタグ入ってんの？これ、どっかに。エアタグ入っちゃってる？これ、どっか。エアタグ入っても部屋番号わかんねえべ。怖えよ。うん。ダウンの襟？でも今日背中がちょっとね、このダウンね、着づらかった。なんか変なプラスチックみたいなの当たるなと思ったんだよね、今日。なんか当たるなと思った、背中に。なんか変な感じしたんですよ。違和感があった、背中に。エアタグ入ってる、これ。うん、おはよう。書かなくていいよね、それな。クエスチョンとかつけてほしかったよね。なんとかホテルみたいな。何々ホテル707号室って。ちょっと待って、あれなんで名古屋にいるの？レッドブルのやつ。レッドブルの車。あれ大阪じゃなかった？屋根に レッドブル乗ってるやつ。レッドブルか。どこにでもいんの？大阪限定じゃないの？あれ東京もあんの？あ、そうなん。びっくりした、あれ。あ、全国？くもちゃん。北海道も？広島も？嘘やろ？そうなん？あれ？大阪限定かと思った。びっくりした、俺。なんでって。大阪からわざわざ来たと思った、俺。そうなん？福岡も？
全国なんだ。大阪だけかと思った俺。久保じゃない。埼玉いるの？嘘でしょ。埼玉見たことないぞ俺。青森は嘘やろ。あれすごいよな。あの車さ、ゆくゆくはさ、中古車でさ、出回んないのかな。あれ自家用車で乗る人いるんじゃねえの。目立つから。あれ売ってないの、レッドブルか、中古で。まあ配信者としては欲しいっちゃ欲しい。目立つじゃん。浅久保絶賛放送中今。あれ売ってねえんかな。特殊車両になるのあれ。あれ立体駐車場とか入んないとこあるかな。いらんか。パトカー乗せたでしょサメちゃん。そう目立つやん。権利的に無理。スタバ行くか。新作あれミニなんだ。あれ車体はミニなの。行く。スタバ2つあるの。なんてやつ。ミニなんだ。外車だじゃん。いくらぐらいあの車体。キャラメルね。ミニとワーゲンがある。いくらぐらいのその車体は。高いのミニとワーゲンって。俺買ったことない、知らんけど値段が。スタバ行ってきた。先張りやめてね。美味しかったとかまずかったとかやめてね。300万ぐらいなんだ。ネタバレやめてね、お姉さんたち。もう飲んだことある人ね、新作。ファンタスティック。お前がアラブ赤王、ビルゲスはソーマサシャップワン、ね、お姉様いないとやっていけないの。つくらすくい。号泣してる娘ちゃん、やっと会えたって。お、マジかよ。ママ号泣してんの。え、俺東方神起かなんか。キムタク、どういうこと。号泣ラスコイ。え、戦隊もののヒーローとかアイドル、キンプリ泣いちゃってるって。嬉しくて。マジかよ。え、何なんだろう俺のキャラクターって。何なんだろう子供から見たら。カバプリ、号泣だって。アイドルなのこれ。ずっと学校から帰ってから大須探して会えなかったから。すごいね。やっててよかったね。クモン好きだねこれ。感動してるよ。10歳の女の子が。確定申告今やってるよ。学校はどうなんだ。春休みかな。もうくぼっち忘れてるよ。いないんだもん。今日すれ違ったんだよ。今来たの人いる。今来たの人にくぼっち探してねえじゃんこいつって思ってる人いる。何してんのお前みたいな。今来たの人いる。あのね、くぼっちにね、今日朝会ったのよ。この駐車場に止める20メートルぐらい手前で公園の外周を歩いてたんよ。黄色のポンチョ昨日着させたんだけど着てなくて、茶色のダウンにブルーのマントで大通りの方向かって歩いてたよ。で俺車止めてから公園行ったらいるだろうと思って10分ぐらいこれ雑談したの。
でも公園の外に出て歩いてたからワンちゃんもういねえじゃんと思って早く行かなきゃと思って行ったんだけど、602チェック。602チェック。21分前。くぼちょ、TikTok 出てますよ。出てますよってことはどういうことよ。出てるってことはどういうこと。それ、前に撮ったやつじゃないの？違う？今日じゃないんだろ？撮影がいつかだよ。ライブか投稿か。ライブじゃないと。学校たまたま予防接種、遅刻行くのやつだと。ああ、そうなんだ。娘ちゃん、ありがとね。カンタ君のお店12時からだから、くぼっちゃ絶対店には行ってないと思う。今日じゃないでしょ。じゃあスタバ2種類か、2種類飲むか。スタバつい先ほどライブしてましたが違いますかね。あ、カンタ君ね、店オープンする前ね、店の中で配信することあるんだけど、クボッチは店の中に入ってこないと思う。アイコスいらんっすね。魅力を感じなかった。色といい、デザインといい。ああ、今日じゃない、服が違う。ああ違うでしょ多分。おつじょり、おつじょり無料羽ペお願いします。おつじょりの皆さん、おはようございます。無料アイテムお願いします。ティファニーブルーじゃないって。変な色だって。ミントだって。どれが、これのどこがティファニーブルーなんじゃ。全然違うから。ティファニーブルーじゃねえよ、これ。メタリックだよ、メタリック。変な色だ、いらんよこんなの。いらんわ。フルモデルチェンジちゃうやんこんなの。マイナーチェンジやんか。いらんよ。ミーハーだろ買うやつは。いらない、いらない。買うやつはバカだよこんなの。ティファニーブルーじゃないよ。いらないっすね。ティファニーブルーってこれだからね。この色だよ。わかる？かわいい色だよ。こういう色だよ。わかる？これだったら可愛いよ。ティファニーブルー。違うでしょ？ナナちゃんの買ったやつこんな色じゃないでしょ？そう、ターコイズみたいな。これだったら可愛いけど、あれ色薄いよちょっと。新作の。そう、それな。オーダーメイドの色できたら、まあ届くの遅くなりそうだけどね。オリジナルでね、この色がいいですってな、何百何千種類の色で作れたらもっといいんだけどね。バカだろうね、アイコスのデザイナーというか運営してる人は。もっとさ、お客さんのこと考えてさ、いろんなこと挑戦していかないといけない。この5種類しかないし、
いや、塗装してくれるとこあるよ。いくらでもあるけど、公式で、ね、会員限定で、そういうのやんないと。うん。オリジナルでさ、みんなと一緒嫌じゃん、なんか。金持ちなんか、特にそうじゃん。金持ちの人ターゲットにするんだったら、いろんなことを展開していかないとダメだで。飽きられたら終わりやで。配信者も。商売も。うん。カスタマイズ大事っすね。うん。だから、ふわっちの運営さんもアイテムを、カスタマイズ、まあ、文字を入れれる花火とかはいいけどね、ああいうのはね。カスタムできればいいよね、もっと、アイテム。うん、つまんないよね、定型文じゃね。うん。あと、文字は打てるわけじゃん。それを、文字を棒読みさせる機能、アイテムで。喋れる機能あったら、もっといいと思うけどね。運営さん聞いてます？うん。棒読み機能つけてなくても、そのアイテムは投げたら文字と音声で読み上げる機能あったらもっと面白くなるけどね。うん。俺が運営した方がいいか。リズム花火はね、音楽選べなきゃダメ。あの音楽だけでしょ。リズム花火で夢芝居とか流れるようにしたら、もっとカンさんがアイテム使うと思うけど、投げてくれると思うけど。うん。ね。いろんなことできるのにね。うん。夢芝居とか、ちょっとね、10秒ぐらい音楽が流れるやつね。自分で選べて。うん。レベル120以上のアイテムはまだ出てない。でも出ると思う、多分。うん。で、俺んとこめっちゃ飛ぶからうるさくなるかも。渋滞するかも。うん。ね。じゃあ行くか。行く？スタバ行く？スタバ新作。新作行くか。無料アイテムお願いしますね、皆さんね。今来た人。新作行くわ。タイトルどうしよう。タイトルどうしよう。公園見に行ったよ。いないよ。新作スタバ。これ需要あるかな。スタバってみんな行く？需要あるかこれ。大丈夫？行くの？行かない人いいんじゃない？行くんす？高いわな。めっちゃ行く？高いよね。たまにかな。どうしよう。くぼっちいたらスタバに。あ、ドトール。ドトール美味しいっけ。でもそこのラーメン屋気になるわ。そこのラーメン屋行きてえわ。ここのラーメン屋うまそう。白川。こんにちは。TikTok ですか？あ、違います。撮影です。あ、撮影？何の？あ、店舗の。店舗？あ、そうなん。
かわいい。おいくつなんす？20歳です。お店のショップの店員さんってこと？あ、そうです、そうです。かわいい。彼氏いるんす？はい。あ、そう。お幸せ。ここのラーメンうまそうだね。これ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 うまそう。めっちゃいい匂いする。ちょっとラーメン食う。うまそう、うまそうじゃね。中華そばめっちゃいい匂いする。絶対美味しいやんこれ。中華そば好きなんですよ俺。食べていい？絶対美味しいやん。お客さん入ってないから行けるかな。お客さんいないわ。配信できるかな。セブンさん、そこまずいの？マジで？セブンさん、お客さん一人もいない。11時オープンなのに一人もいない。察した察した。ちょっと誰もいねえ。誰もいねえんだけど。あ、そうなの。人による。誰もいないんだけど。11時半で、11時オープンで、000、閲覧ゼロ、超ドカソ、仮想主、ゼロ人、閲覧、ビギナー、ビギナーの方、ひよこ枠かな。食べてみる？いや、人によるって、セブンさんは。いや、配信できるとこないよね、セブンさんね。俺祝電めっちゃ来るで。祝電、言ってみる？撮影できればどこでもいいんだけどさ、祝電がすごいやん最近。あ、誰なんだろう。あ、でも昨日祝電魔と思われるリスナーを一人ブロックしたから、俺昨日ホテルから配信したらホテル名と部屋番号ズバッて書かれちゃって、そいつ NG 入れたから多分大丈夫だけど。マザサバ好き？花火配信できるの？配信できれば何でもいいんだよセブンさん。俺何でもいい。うん、花火美味しいの？ね、並んでんの？並んでる？有名？うまいよ。配信できる？人が多いとこ配信できねえんじゃねえか。配信が並んでる。大須に花火できたな。うん、SNS やってるからいけるやろ。花火大須なのそれ。配信できない？花火。セブンさんとイケメンよね。これセブンさんが書いた？これセブンさんタヌキ使った？これ自演？これ全然関係ねえ話してんだけど、一人だけ。セブンさんとイケメンよね。セブンさん自演やめて。自演じゃんこれ。誰もそんなこと話してないのに自演だろこれ。ふざけてるわこの人。おはよう。いたよね一人。いきなりラーメンの話してんのに、花火の話してんのに、いきなりセブンさんってイケメンよねって。番号でかいしな。セブンさん大好きとか、おきらこめ。うん、そう、まずいか。だってスープがなくなり次第終了って書いてるよ。スープがなくなることがあるのか。まずここどうなんだろう。俺さっぱりしてるラーメン好きだからね。ラーメンがまずいってどういうことなの。麺がぐにゅぐにゅぶにゅぶにゅ、スープがぬるかったり。なくなったら見たことない。だってなくならないでしょ。だって今やっと一人入った。一人やっと一人入った。食券かこれ。食券システムか。一人入った。一人
麺が全部つながってるとか。ラーメンのまずい定義って何だろう。まずいって何、ラーメンがまずいって。まずいラーメンってある？そんなうわって味に深みが、あーさっぱりすぎちゃって、しょっぱい、ぬるい。俺ぬるいラーメンがまずいと思うわ。とりあえず熱かったら俺何でもいけるで。ぬるいスープマジ無理、ぬるってなるじゃん。うん、カップラーメンでもさ、コンビニのポットでさ80度設定とかされてる時あるじゃん。それでカップラーメン作った日にはクソまずくない？やっぱラーメンは、ラーメンと配信はさ熱くなきゃダメだよ。熱くないと、うん、熱々じゃないとね、伸びちゃったらダメでしょ。うん、花火聞いてみれば。いやー、どこなんだろう花火って。近いのかな。少なきゃダメだ、ラーメンと配信は。やっぱり人が並ばねえよこんなに。だから俺の配信はこう熱々だから、これみんな来るわけよね。ぬるい配信したらもうすぐこう数字に現れちゃう、うん、200人とか300人になっちゃう。並ばない、超人気店だから。ここうちね、スープは毎日あの作ってるから、ね、ちゃんとで納得いかなかったら店閉めちゃう。うちはね、やんない配信、店開けないから。うん、今何人並んでんの。あ、1800人並んで、ありがとうございます。すごいこれ超人気店。うん、羽ペンお願いしますね皆さん、羽ペンね。うん、強いでしょ。俺頑固だからね、そういうとこはちゃんと。うん、今日のスープの出来が悪いやと思ったらやんないから、店開けないからね。注文できないでしょ。ちょっと待ってね、うん、そう、こだわってるからスープは。もうスープがうまかったら何でもうまいからね、やっぱり。お、カレー屋さんがあるよ、本格的なカレー屋さん。混ぜそばもある、台湾混ぜそばもある。何屋さんなんだ。焼き鳥屋なの。焼き鳥屋なのにカレーなの、意味がわかんない。どういうことだ、どういうこと。カレー屋さん、何屋さんだ。カレーライス、カレーラーメンもある。鉄板インディアンスパゲティ、カレースパゲティってことこれ。大須のカレー屋さん、昼はカレー屋さん、時々って書いてあるね。時間帯によってってこと。夜は焼き鳥屋、有名店行って。さっきの店行けば、せいさんは好きかもよ、さっきの店。え、ラーメン屋ってこと、さっきの、さっきのお店ラーメン屋、さっぱり系の。ああね、え、撮影できるかな。大須のどうなの、お店の人ってわかるかな。なんてこうアプローチしたらいいんだろう、店主に。文句考えてくるな、ちょっと。俺いつも断れるのよ、トーンが低いからかな俺。あのすいません、あの自分しか映らないんですけど、撮影の方って大丈夫でしょうか。食べてるところを動画で撮りたいんですけど、高い声がいいな、やっぱ営業と一緒。あ、こんにちは、あの自分しか映らないんですけど、あのラーメンを食べてるところ動画で撮影してもよろしいですか。あ、ダメです。あ、わかりました。ちょっとテンション上げていく、テンション上げて、そっちの方がいい、感じはいい、高い方がいい。あ、こんにちはって、アイテム来た、こんにちは、アイテム来てねえじゃねえかよお前、嘘つくなよ、笑ってこらえて、来てねえじゃねえかよ。10個来てた、嘘やん、マジで。
あ、かっくん、どん作らすか。かっくん来た、ありがとうございます。笑顔、笑顔。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。自分しか映さないですけど、動画の撮影っていい？やっちゃっていいっす。なんて言ったらいいのお前。あ、こんにちは。こんにちは。自分しか映さないですけど、自分しか映さないですけど、動画の撮影って言っちゃいます。言っちゃいます。言っちゃいます。おかしいわ。言っちゃいます。いけるんす。いけるんす。いけるんす。おかしいな。やっちゃってもいいっす。やっちゃってもいいっす。おかしい。なんて言ったらいい、なんて言ったらいいの。動画の撮影ってやってもいいですか。やるやるか。テンションおかしくなっちゃってる。やばいやばい。どのテンションが正解なんだよ。笑いながら言っちゃった。笑っちゃうんだけど、笑っちゃう。やばいやばいやばい、つぼっちゃう。やばい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 。どのテンションだ。させてもらってもよろしいでしょうか。動画の撮影ってさせてもらってもよろしいでしょうか。ラーメン食べてるところを動画で撮影させてもよろしいでしょうか。あ、ダメですか。すいません。断られるパターンしか思いつかない。なんかイメージがさ、もう断れる、断られてばっかりだから、断れるイメージしか湧かないんだけど。大体断られるじゃん。あ、そういうのやめてもらっていいですか。行くわ、もう。あ、こんにちは。ちょっといいですか。ラーメンを食べてるところを動画で撮影しても大丈夫ですか。自分しか映さないですけど。今まではやったことない。あ、ないですか、はい。じゃあ、ダメですかね。あ、大丈夫ですか。あ、大丈夫ですか。はい、じゃあ、誰も映らないところ、ここでも大丈夫ですか。はい、一番奥がいいですか。あ、そうですか。あ、ありがとうございます。はい、はい。嘘だろう、嘘だろう。ちょっと待って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 。鳴ってる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 。嘘だろ。じゃ2個入っちゃった、2個入っちゃった。え、やめた方がいい。もしかして。どうしようどうしよう。鳴っちゃった。どうしよう。なんか話し込んでる。違うんかな。どっちだ。待つ。待機待機待機。どうする。出前かもしれん。違うな。絶対俺だろ。絶対俺だよこれ。絶対俺。ああ、なんか話し込んでる。アンチだよこれ。アンチじゃない。どうしようどうしよう。うわあ、やめた方がいいか。やめるか。ちょっとキープキープ。何何何。なんだ。なんか電話来ました。はい。電話来られた。はい。なんてなんて来ました。あ、なんかそういう。男性の方。男性？ああ、なんていうクレームですか。あ、なんか今生放送でそういうちょっと良くないこと言われてる。良くないこと言ってないんですよ。言ってないのにそれを虚偽の祝電って言って電話してくるバカがいるんですよ。僕今見てる人数が多いんで。そうなんですよ。やめときますか。じゃあすいません、すいません。誰なんだ。電話番号って分かんないですよね、その人の。非通知。うわ、毎回それやられるんですよ。毎回すいません。うわー、男だってだるいわー。非通知危なー。買うとこだった男だ。非通知男。マジ特定しようこいつ。いっつもじゃん。誰なんこれ。中村だから俺コンビニで飯食ってんだいつも。危なー。買う前でよかったわ。
やめろよマジで。誰だマジで見つけたいわこいつ。イライラするわ。キモすぎないわ。お金取ってない取ってない取ってない入れてないお金。うーわー、やられるわけよ。飯食わせない気だよ。痩せさせたいの俺を。健康考えてくれてんの。警察誰かいないの、トップの人知り合い。飯食わせない作戦じゃんオスで。だってすぐだったよね。もう電話番号もう入れてたべ。かけるぞかけるぞって。あ入った入った入ったって言って、あ入ったって。もう絶対スタンバイしたべ。いたんだけど。レッドブルもらうか。レッドブル。いた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 。おった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 。もらう。もらえんのこれ。これセブンさんがかけたんじゃねえのこれ。さっきさ行かないように歩いてたのにさ、あそこもう一回行ってみたらって言ったじゃんセブンさんが。セブンさんがかけたべこれ。セブンさんじゃねえのこれ。違うのこれ。戻したやん俺のこと。もう一回言ってみればって。セブンさんじゃねえ、男の人だって。やめて。いやセブンさんだ多分。自演からの祝電。セブンさん病気だからね。たまに病気出るから。いなくなったじゃんセブンさん。いなくなったよ。ほらやっちゃったって。それレッドブル欲しいんだけどもらえるかな。レッドブルもらえんていい。こんにちは。あのレッドブルってもらえるんですか。はい、今もらえます。はい、えマジっす。何するんですか今。ライブですね。あそう映しても。はい、あいいですか。お姉さんも映しても。じゃあ皆さん、レッドブルで。これいつも大須にいるんですか。いつもみんなエナジー足りてなさそうだなってとこ。すごい。大須が今元気ないから盛り上げたの。すごい。お兄さんエナジー足りてますか。僕ねちょっと足りてないですよ、ね、足りないですか。はい、分かりました。はい、どこで分かりました。まあちょっと元気ないから。元気ない。お兄さんエナジーチャージしてください。今2万人見てます。すごい。人気 YouTuber です。あそうなんですか、はい、お姉さん可愛いって言われてますよ。可愛い。ぜひレッドブル飲んでください。いいですか。え何種類かあるんですか。2種類普段飲みます。レッドブル飲みます。で新食新新しいやつ。新しくはないんですけど。それは初めて見た。初めてですか。これ何ですか。カップルエディションって言って巨峰フレーバーで、うん、巨峰。はい、一時期あの売り切れだったの。あ一時期あの期間限定で出てたんですけど、うん、大人気すぎて復活しました。はい、めちゃくちゃ美味しい。いいですか、いただいても。はい、今日はどこで配るんですか。商店街。ちょっと商店街の周りぐるぐる回ってみようかな。はい、ありがとうございます、はい、すごいかっこいい車これ。ねえ、かわいい。あれお姉さんたちも可愛いです。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってくださいね。ありがとうございます。可愛い。パープルエディション。この色だったらいいのに。アイコスもこの色だったら。うん、可愛いね。てかスタバどこだっけな。商店街入れねえからな。じゃこっちだな一回。レビューするわ。ちょっといただきます。パープルでしょ。無料です。これいくら相当。200円ぐらいするよね。200円得したで。アイコス買ってない。うん、するよね200円ぐらい。くぼっちもこういうのもらえたらいいのに。レッドブルだったんだ。巨峰フレーバー。うまいのこれ。これ初めて飲むわ。ファンタグレープや。ファンタグレープや。
美味しい。ファンタグレープや。うまい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 。普通のやつより好き。ノーマルより好き。冷えてる冷えてる。もらった。レッドブルのお姉さんに。アイコスいらんっすね。新作。いらん。炭酸、微炭酸だね。がっつり系じゃない。がっつり炭酸じゃない。ハネペンお願いします皆さん。ハネペン、あれブルネーっていうの、あれそうでしょ。レッドブルのお姉さんブルネー、ブルネー、ブルネーが可愛かった。ハネペンありがとう。うん、4月から買えるらしいよアイコス。そんな焦らんでも大丈夫だから。そう、ミーハーに頑張らさせておいて、もやることないんだろ、暇人なんだろ今日買いに行くやつは。うん、疲れさせろミーハーのやつに。うん、アホかって騒ぐな。それぐらいで社会現象になってるやんか。もう免疫の前とかもう行列だって、転売屋とか。うん、あ、スタバ並んでる。どこの、大須の、大須のスタバにいんの。え、大須のスタバにいんのニコちゃん。あ、埼玉やんか。埼玉やん。ハネペンありやす。 TJ さんが今買いに向かってるぞ。悪口やめとこ。そうだよ、あのやっぱね、このアイコスね、色がいいよね。色が、うん、機能もいいよね。やっぱ液晶もついてるし、6980円でしょ。買いだよね。うん、俺も欲しいのが、あの、欲しいんだよ。欲しいんだけど、買えないから、あの、やきもち焼いてんの。嫉妬してんのよ。本当は欲しいんだけど。うん。欲しいっちゃ欲しいよ。だけど人気じゃん。うん。人気だから。うん。買えないじゃん。買えるんだったら行くよ。俺だって。嫉妬したんだよ。うん、コーチいないんで探してんの。いらないですね。でもタバコ吸わない方が勝ち組マジで。俺もタバコ嫌いな体になりたい。もうタバコでも覚えちゃったから。センズリと一緒なんだよタバコって。一回覚えちゃうとさ、やめられないんだよ。うん、二十歳の頃に吸っちゃったね俺。最初にパチンコ屋の店員やってさ、俺二十歳になるまでマジで吸わなかったのよタバコ。くっさーと思ってたの。でパチンコ屋に入っちゃったの仕事で。で休憩する時にみんな吸ってんのよ。で憧れてたのも あんのよ、ちょっとタバコ吸ってる俺がかっこいいみたいな。そっからないよね。そう、でギャンブルも やるようになって、タバコとギャンブルってセットみたいなもんじゃん。でずっとしちゃってさ、うん、中二病だったかな。でもね、うん、30歳の時に一回やめてんのよ。 2,3 年一回やめたの。もう禁煙できたんよ。で離婚が原因でストレスでまた吸い始めちゃったんよ。一回やめてんのよ3年ぐらい。うん、根性はあるからね俺。やめれるはやめれるんだけど、鳩飛んじゃった TJ さんに。ハネペアです。ハネペンチョで欲しいよな。どこに売ってんだ TJ さん。どこに買いに行ってんだろう。え、外配信してんの
TJ さん、大須にいるの？どこなの？飛ばすなよ、ハトマジで。ドンキ？北ドンってどこ？北ドンってどこどこどこ？歩いていける？近いの？遠いの？どっち？北ドンってどこだよ、北ドンって。北区のドンキ？訳すな訳すな、北区のドンキ。歩いたら無理なんだ。え、じゃあドンキに買いに行くってことは大須のドンキにも売ってるの？え、ドンキに買いに行ってんの？それ確定薬引いてるの？本当に売ってるの？ドンキに確認したの？電話で。あるって。なんだよ北ドンって。アイコショップが入ってんの？ドンキの中にアイコショップあるとこは買える？ちょっと調べてくね、大須のドンキ入ってる？確認してないんだ。じゃないかもしんないや、 TJ さん。転売違法なんだ。へえ、ダメなんだ。でも転売目的で買ってるやついるだろうね。うん、え、大須入ってる？アイコショップ。いや、欲しいよね、欲しい。誰かといるぞ、 TJ さん。もうメルカリにあんの？ヤフオクで2万？捕まるやそいつら。森丼？北丼？買いに行こう、大須のドンキ。あ、キリタロスね。キリタロスいるんだ。早いな、仕事が。もう売ってんの？どうやって？物はないけど商品に並べちゃってるってこと？行ってみる。え、スタバどうすんの？スタバどうすんの？はい、アメちゃん。はい、こんにちは、ゴーバラスケ。ドンキに人が集まってるらしい。スタバ後ででいいの？後でいいの？もうスタバの口なんだけど、口が。あと ラーメンの口なんだけど、ラーメンの口。10時半発売でもう転売しちゃってる、うん、ハトうざい。何のハトだろう。849号さん、何のハト？なんかハトあった？何のハト？うわ、 TJ ディスって。ディスってねえから。嘘ハトな、それ。ディスってないよね、俺。うん、こっちがふざけんなよ。でうぜえよお前、何も言ってねえよ、うん、バカかって。なあ、バカじゃねえの？何も言ってねえよ。TJ 見てたらすごいコメント入ってきた。スタバの話してんだよ、うん、いいわけないじゃん。TJ スルーしてる。音ね、さすが。ハトがバカな。ドンキに言ってるって、大須の。え、全色ある？ゲットした？え、 TJ さんも全部買ったの？え、今車運転してなかった？もう買い終わった後なの、これ。ゲットした後なの？今から行くんじゃないの？並びなし？会員だけ全色ある？今購入中。早っ早っ。今さっき車乗ってたで、ちょっと数分前。1個しか買えないよ、1人。店内にいたのも。え、ツイキャスってドンキ入れるの？ラジオだったらいけるの？前職あり？交渉してる？紫色は悩んでる？選んでる？映してる？嘘やろ嘘やろ。ラジオやばいやばいやばい。え、ふわっちだけだっけ？ドンキってツイキャスいけるの？待て待て、ドンキってさ
全店配信ダメじゃなかった？いけるんす？ガラガラで買える？ダメだったよね、確か。無許可、すごっ。暗黙のルール、TG はいけるの、すごっ。店員の顔映してない、撮影してないが声あり、無許可の C な、置いたん別なの、すご、強すぎない、マジで。俺はさすがにできんわ。香川さん出番悩んでる。え、TJ さんも1個しか買えないの？1個だけ？奈々ちゃん何個買った？ TJ さん何個買ってんの？全種類買おうとしてる？各1個ずつってどういうこと？あ、あー、種類によって、イルマとかイルマ1とか、種類によって個体によって1色ずつ買えるってこと？あー、なるほどね。え、だってイルマ、イルマワンいらんもんな。俺これがいいもん。このタイプがいいもん俺。このタイプがいいのよ。あのペロってめくるやつ、布のやつあんじゃん。俺あんま好きじゃないあれ。俺買うんだったらこのタイプ。これが欲しい。俺イルマワンいらん。イルマワンいらんのよ。あ、でも予備で買っといてもいいけどイルマワンね。まあ薄いんだよね。でも煙が薄いんよね。キック感がないよね。会員限定の色見た？シソの色でしょ、赤シソの色でしょ。なんか何とも言えないおばちゃんが好きそうな小豆色みたいなやつでしょ。俺それ嫌なんよね。紫ワインでもない、買うんだったら今 TJ さんの配信ちょっと見たんだけど、奈々ちゃんの買ったブルー、あれホームページの色とちょっと違くて、ちょっとターコイズみたいな可愛い色だったんよね。どうなんだろうあれ。なんかティファニーブルーっちゃティファニーブルーなんだよな、あれ。なんかホームページの色と違うんだよな、ちょっとターコイズっぽいよなあれ。あ、動画注意された、ダメだって。それしようかな。祝電来た、怒られた。お、誰だよ、おいたん最強とか言ってたの。ダメじゃねえかよ、結局ダメじゃん、おいたん怒られたやん、追い出された。政治が無許可配信って言ったら、肌ふざけんなよ。俺言ってねえよ。俺じゃねえよ、何もしてねえよ。俺ふざけんなよ、何もしてねえよ。俺だってなんならさっきラーメン屋行ったら祝電秒で来たわ、秒だったで俺。 TJ さんまだ時間猶予あったじゃん、俺即だったで、即ダメだったで俺。セブンさんだわこれ、セブンさん祝電してるわ、うわやってるわ。うん、セブンさんだこれ。さっきもセブンさんにラーメン屋祝電されて飯食えなかった。だから今レッドブルのお姉さんにタダでもらった、これ飲んでるわ。うん、セブンさんが悪いよこれ。俺買えてない。今からちょっと大須のドンキ行きたいんだけど、ドンキ配信できないじゃん。で外にスマホ置いとけるとこないんですよね。誰かサポートいるわ、ナゴリス。だからドンキ来てくんない、ナゴリス、オースドンキ入れないからさ、外で待っててもらいたい。うん、多分ラジオもダメでしょ多分。うん、これ飲んでる。誰かいねえかな。TJ 枠で政治のせいになってる、やめて、俺じゃないから。うん、俺何もしてないから、なんで俺のせいにするんだよ。
何もしてない。大須のドンキでも入ってるって情報来た、アイコンショップが。うん、行きなよ。だからドンキ入れないやん、無理やん、サポートいないと。誰か来てくれないかな、大須ドンキ。いない、入れないもん。うん、サポート誰か来てくれない。ラジオもうダメでしょ多分。ドンキまだあるよ。大阪でしょこれ。俺今名古屋だから。え、大須ドンキにアイコショップ入ってるでしょ。入ってないの。え、入ってるよね。心配になっちゃった今。あるんて。ちょっと調べてくんない、大須のドンキアイコショップ入ってるか入ってないか。入ってなかったら意味ないで。ないの。だから北区まで行ったの TJ さん。 TJ さんが行ったドンキは北区なんだって。俺大須なんだよ。大須入ってないんか。意味ないじゃん。じゃあ買えないじゃん。ないじゃん。北区のメガドン、メガドンキは入ってんの。名古屋駅、名駅、あ、メガドンキは入ってんの。山田電機アイコンショップあるとこもあるよ。大須でアイコンショップ探してくれない、誰か。大須のアイコンショップ一番近いのどこ。北区まで行ってられんよ、遠いんでしょ。だって山田電機見たことないぞ俺。大須で免疫が一番近いの。あ、これ北区、そこでしょ TJ さん行ったところ。免疫歩いていける、こっから。え、でもめっちゃ並んでるってハト来てたぞ。免疫のアイコンショップ売ってないんじゃないか。奈々ちゃん人形のところ。あー、歩きは無理か。あるから、まだまだあるの本当に。歩いて無理か。30人並んだ。オレンジ色3個21,000円、3個も買ってる。メンズ館にある。水色可愛いよな。いや可愛かったんよ、ホームページで見るのとだいぶ変わってた。なんか遠い北区。2種類を1個ずつ買えるし、大阪でもまだまだあるよ。ドンキだけど飛び田城、北区遠いですよ。大阪からそれほど遠くない。ティファニーから可愛い。アイコショップ行くか。じゃあどうしよう、車出す、車で買いに行く、免疫まで。だるいな、免疫って車止めらんなくない、パーキング高くね。だるいんだけど。パーキング付きのさ、田舎の方のアイコショップがいいわ。それかタクシー。 TJ さんもうドンキーにいないでしょ。キリタロスに買ってもらえばって言ってる人いるけど、もういないでしょ。まだドンキの中にいるんだったらね。いるの？買ってもらう？あ、じゃあ転売なんの？どうなんの？譲渡するってことなんか揉めそうやな。え、炎上しそうやな。使わない本人が買うって、代理で買う、代理購入はダメなんじゃない？なんか炎上しそうじゃない？代理購入って配信でやっちゃったらダメなんじゃない？出ちゃった店。
でダメじゃん。前職変える正規の値段が手前にならない、商品の譲渡、代理購入。今キリタス買いに行った、お金もらって買いに行った TJ に。なんでなんで、誰のために。キリタスは誰の、誰のお金もらって買いに行った。キリタス、あ、自分の、あ、自分のね、俺のじゃないじゃん。北区のドンキ行くか、どんぐらいなんだここから。北区のドンキってドンキ、名古屋本店、これかメガドンキ名古屋本店、 7.4 キロ、30分かかるで、めっちゃ遠いやん。名古屋城の奥やんか、めっちゃ遠いやん。車で30分やで、 TJ さんがいるところ。名駅近いけど駐車場がないんだよね、止めづらいんだよ。俺嫌いなんだよ名駅を車で行くの、配信で。うん、前職あるって。タクシーで行く、タクシー使う、え、いいよって、買ってくれるって、マジで。え、じゃあ頼んでいいのかな、これ、これ、このこれ、これとイルマワン2種類買えるのかな。2種類、18,000円。今大須、あのティファニーブルー18,000円、いいよ。2万円あげるっすね、2万円、領収書欲しいですね、2万円欲しい、2万円あげるっすね、2万円、領収書欲しいです。あの手間賃で2000円払う。冗談、冗談かよ。そんな話してないんかよ。なんだよ、どういうことやねん。いいよって、本当これ、2万円でいいって、マジっす。いいよって、ガチ。1個18,000円、いいよ、マジ本当だよ、ガチだよ。領収書ちょうだい、領収書もいい、 OK。 じゃあ これあの聞いて、これとこの、このモデルとあのイルマワン2種類買えるの、2種類買えるの、2種類欲しいね、予備で。電話して、電話した方がいいよ。ジェイさん、ジェイさん、ジェイさん、電話しよう。ジェイさんどこ行った、待って、ジェイさんどこだよ、ジェイさん、あ、だだだだだだ、マジか。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様。あ、すいません、なんかハト行っちゃって。あー、どうした。あのアイコスってまだあるんす。いや、まだ買えるよ。あ、いいですか、ちょっと僕欲しくて。大須にいるんですけど何色がいいの。あのブルー。え、どっちの方、高い方。高い方っていうのはどうなんだろう、どっちなんだろう。あの箱がついてる方。箱がついてる方ですね。箱がついてる方のがいいの。あの、なんていうんだ、これなんて言ったらいいんですかね、これ。パカパカ開くやつ、こっち。パカパカ開くタイプもなんか2種類あるんで、なんか、はい、縦に開くやつと、なんか横に開くやつ。あー、これはどっちだろう、縦かな。
なんか下の方を押して V 字になるやつ。あ、 V 字、 V 字。あ、 V 字タイプね。 V 字タイプ。あ、色は、色がティファニーブルー。ティファニーブルーね。はい、分かった。で、あと J さん、あと もう一個買えるんです。イルマワンのワンも買いたくて。あの安い方、安い方も予備でちょっと買います。イルマワン、あのね、一人一個までだから。あ、そうなんす。今キリタロスが1個買っちゃってるから安い方、はい、高い方なら1個買えると。あ、じゃあ高い方、こっちの方。まあもしバレなければ、はい、もう1個買うわ。あ、ありがとうございます。あの、お金払いますんで。あの、分かった。色つけるんでちょっと。あ、色つけてくれる、ね、はい、あとあの領収書だけお願いします。あ、オッケーオッケー。はい、うん、すいません、ちょっと待ってて。はい、わかりました。はい、はい、失礼します。バレる、バレない。うん、やったぜ。 5万円、 5万円、マジかよ。各色1点限定、各色1点限定。オンラインもうパンクしてるでしょ。高い方ってプライムってことじゃない。いや、プライムは嫌だな。プライムは嫌だ。ちょっと待って。ジェイさん勘違いしてないから大丈夫かな。こっちじゃないんだけどな。勘違いしてる？分かってるかな、ジェイさん。この3種類のうちの真ん中のやつね。これ、こっち嫌なんだよな、俺。こっち嫌なんだよな。まあ、ええけど、ええけど。分かったかな？これがいいんだよ俺。 V だから分かる？大丈夫？こっち使いづらかったんで持ってたんですよ。これ使いづらいよ、横に開けるタイプ。これ嫌なんだよ。あとできたらこっちも欲しいみたいな、予備で。ロックキッパーの、そう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 。 V 言ったから分かるよ、分かるよ。 V 言ったから分かるよね。優しい。うん、 V が言ってたら TJ さんもね。 TJ はパシリに使うのはすいません、恐縮です。すいません TJ リスナーさん、うん、分かってるよね。分かってるよ、もう大丈夫だって。クソデブ自分で買え、すいません。自分でね買おうと思ったんだけど、大須にドンキホーテあるんですけど、アイコショップ入ってなくて、で免疫が一番近いんですけど、免疫だと車止められないんですよね、あんまり。駐車場が高いのと止めづらいのと、うん、走るのはすいません、ごめんなさい。ハネペンお願いします。皆さんハネペンください。無料アイテムでいいんでハネペンください。 ありがとうございます。ハネペン走りにすいません。 TJ リスナーさんすいません、恐縮です。すいません、てへぴょろ、すいません。あ、ランチね、ランチおごってあげる。すいません、 J さんからです。ねえ、TJ で分かってますよ、うん、あ、色いらないからご飯おごってって。あ、いいっすいいっす、全然。お前さ、すいません、こいつ探した。全然全然怒ります。言ってない、もう分かんねえわ、嘘が。そんなこと言ってないのかよ。何なんだよ、もう嘘鳩がすごいな。イルマワンは同じ色、ティファニーブルー、ティファニーブルー、ティファニーブルーがいいです。言ってないの、今買いに行ってくれてる、戻ってきてない。 ありがたいね、マジで。 J さん、おいたんからあります。カード買うか、10万ぐらい買うか、カード。うん、よかったっす、ありやす、10万ちゃありやす。ゲットできるわ、これでやっと。優しいなだね、優しいな。うん、もう優しいな、でやタイトル。
人気だね今。優しいなだわ。どこで待ってればいいんだろう。カード屋の前、カード屋の前で待ってればいいんかな。まだ戻ってきてない。楽しみだわ。ティファニーブルーゲットできる。楽しみすぎる。うん。ランチ食べよう。祝電入るからさ、俺といたら祝電 100% 来るから。配信外でもいいけどね。大丈夫なんかな。祝電 100% 来るで。うん、さっきいらんって言ってた、言ってないですよ。欲しいって言ってた。ミヤ行きたいね。ミヤステーキ、ミヤ行きたい。うん、ミヤチャレンジする。ステーキミヤチャレンジする。やばいで、炎上するで。配信禁止だよね。ミーハーがよって言ってた、すいません。TG 行きつけ。TG さん配信したことあるの？ミヤで。 TG さんの家が分かんないもんな、どこにあるか。あるんだ。へえ。行きつけでも無理じゃない？もう多分いつもしてるの？宮で。今池の方はダメだった、ダメだった。今池はダメじゃない？もう事務所に行きなよ。裏へうまいラーメン屋とかもあるよ。置いたら名前出す。いける？本当？ドンキ配信してたよね。びっくりした、マジ。ドンキで配信してたで、すごない？普通みんなひよってできないで。ドンキ行っちゃってたよね。ドンキ配信つけて、すげえわ、うん、できないよ俺、怖くて。ラジオでも行きたくないわ、うん。 TG さんに無料アイテムって何？お茶爆？お茶爆？いらんやろ無料。いるの？置いたはお金でしょ、やっぱり。有料しかいらんでしょ。無料アイテム流されてもな、なんか怒られそうや。もう舐めてんのかよ。 Z リスナー舐めてんのかって言われちゃう。有料でしょ。ジャスティースでしょ。ジャスティース金のお茶100、ジャスティース。金箔やってるんだ。スイキャス J さんしか見ないですね。あとナーボーとノリちゃんとナナちゃんと、うん、あのカソはつまんないですね、やっぱりどこも。うん、ツイキャスのさ、おすすめたまに終わってる時ないっす。なんかあと軍曹、あ、軍曹小町くんはねたまに見るけど、なんか刺激が足りない。小町くんなんか、まあ、安心して見れる枠は枠なんだけど、刺激が足りないよね、なんか。うん、わかる？なんかうん、でも数字は確かだよね。数字は持ってるけど、小町くんの配信内容とあの閲覧が釣り合ってないんだよね。そんなに3000人も見るのみたいな。10個ラスカイジュース、あーです、社長です。一番数字が釣り合ってないかな、配信内容と。なんで3000人もいるんだろうと。わかる？展開はないよね。ただ家雑でしょ。
ターなの今池の TJ さんに無料の、あ、無料の金箔10、え、それって意味ある？金箔のイベントに意味ある？よくわかんないんだけど、それ嬉しいもんな、その無料の金箔って意味ある？喜ぶの TJ さん、嬉しいの？じゃあ行きましょうよ皆さん、 TJ さんに無料アイテム 金箔、微力かもしれんけどお願いします。行ける方いたら、うん、あ、帰ってきたのがいい？いや、いいんじゃない、無料だし別に今行っちゃっていいんじゃないの、有料じゃないからさ恥ずかしいやん、そんな有料だったら帰ってきてからの方がいいけど、無料だからいいんじゃないの、うん、帰ってきてからとかやらしい、やらしいよ、逆にやらしいよね、やるか分かんないの、ミント買ったでいいのか、うん、イベント出ないんだ、じゃあ意味ないや、地震は震度5からお願いします、速報は上げてきた、意味あるの、出なくても嬉しいのかな、どうなんだ、金膜飛んでる、そんなに、そんなに Z とか言ってくれてんの、震度1やめて、すごいよ茶箱マジで、うわすごいわ、めっちゃ飛んでる、うーわえぐ、すごいわ、めっちゃ飛んでるわ、えぐ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 、めっちゃ飛んでる、やば、TJからです、お茶が飛んでる、みんなありがとうって、あ、こちらこそありがとうございます、間違えて普通の飛んでる、あ、TJ からやす、マツコメさん TJ からやす、優しいな、リスナーさんも優しいな、TJ リスナーさんも優しいな、うん、ね、TJ さんも優しいしね、リスナーさんも優しいわ、無料あります、ありがとうございます、あーすごいよ TJ から、うーわそんな来る、そんな来る、うわえぐえぐえぐ、やばい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 やん、こっちも羽ペン、羽ペンやばいやばい、うわ優しいな、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 あー愛を感じるわ、すごい羽ペン、あったかいわ本当に、あー皆さん本当にありがとう、すいません TJ さんにね買い物行かしちゃって、こんなにいいんですか、ありがとうございます、助かりますマジで、あーありがとうございます、こう飛べる、こう鳥になれんじゃないこれ、こんな羽鳥できるで、こう鳥に、あの空に翼を広げ飛んで行きたいよ、フライアゲン、悲しみのない遥かな空へ翼はためかせ、セクシードンピー、ありがとうございます、飛んでっちゃっていいですか、ありやす、めっちゃ来たわ羽、うん、ありやす羽いっぱい TJ から、ありやす嬉しいな、優しいな、ほんと、TJ からやす、まだまだ来る、まだ来る TJ から、うわえぐっ、
ありがとうございます。うん、嬉しいな、優しいな。あ、ジャスティスね、ジャスティス、セクシードンピ、ダメダメダメ、ジャスティス、ジャスティス、ハネペンジャスティス、ジャスティス、おいたんから TJ から、ハネペンジャスティス、嬉しいな。あ、いけね、大須商店街配信ダメだった、あ、危ね、入るとこだった、ジャスティス、ジャスティス、ジャスティス、どこに向かえばいいの、 TJ つかない、すいません、うん、キモすぎ、すいません、危ない、入ろうとした、俺ダメなんですよ、大須商店街怒られちゃって、この前配信したら組合の人がさ、ダメですよって、許可取ってくださいって、ダメなんだよ、祝電が入っちゃって俺、うん、追い出されちゃった。だからアーケードのないとこだったらいいですよって言うもんだから、アーケードは全部避けて大須配信してるんです、ずっと、うん、ね、嬉しいな、マジで優しいな。もうこれ飛べる勢いだ、この羽何個あんのかな、今羽、うわ、えぐ、3600個、えぐ、無料、えぐ、3600個も TJ さんからめっちゃ羽きた、えぐえぐ、ありやす、羽ペン止まらん、これ、うん、4000人もいんの TJ さん、4000人フィーバーしてるやん、アイコスフィーバー、うん、金のお茶、あのTJ さんにお願いしますね、金のお茶バッグ TJ から、yes、 もうなんならもう今 TJ さんのあのカードショップの近くに実は今いるんですよ、ええ、今ここに来てます、ここなんですよ今、 TJ 戻ってきた、戻ってきた、 TJ さんのお店買ってきた、あ、アリアス変えたって、マジか、2つマジか、嬉しいな、2つ変えたの、嬉しいな、アリアス嬉しいな、2つもアリアス、ティファニーブルー来た、嬉しいな、早く欲しいな、嬉しいな、優しいな、嬉しいな、早く欲しいな、来ました、ここがですね TJ さんのカードショップですね、リプレイ、リプレイさんの前に来てます、 TJ さん本当にありがとうございます、嬉しいです、早くもらいたいな、嬉しいな、早く欲しいな、トイレ行きたいな、おしっこしたいな、政治の分もゲット、ありやす、事務所に行けばいいの、事務所ってどこだろう、事務所に行けばいいの、事務所が分からん、事務所が分からない、 V 買ってくれた、どこ、今池、今池、今池歩いて行けんの、まだ言ってない、何も言ってない、じゃあ待機、待機、待機、待機すればいいの、タクシーで行けばいい、2つ買ってくれた、警察機、ありがとうございます、ありがとうございます、1個だけ、1個なんです、イルマは、イルマは1買えなかった、あーマジっすね、しょうがない、しょうがないです、しゃあないです、しゃあないです、ちょっとトイレ行きたいな、トイレ行っていい、公園行ってくるわ、ちょっとトイレ行く、おしっこした、大須にいてって、大須でいいですよって、あ、わかりました、じゃあ大須にいます、ちょっとトイレ行ってくるわ、おしっこしたいな、来てくれるって、昼間も買えなかった、助かります、優しいな、トイレ行ってくるわ、ちょっと金箔のお茶TJ さんに
よろしくお願いします。TJ さんに、おしっこした、おしっこした、おしっこ漏れそう。大須で、大須持ってくって。この藤山ってつけ麺屋めっちゃいい匂いするな。ここ、ここのつけ麺絶対美味しいっしょ。めっちゃいい匂いするわこのつけ麺屋藤山。行きたいけど配信つけてたら絶対行けないもん。持ってきてくれるってすいません。大須になって OK です。わかりました。いますね。ちょっとおトイレ行ってくるわ。公園のおトイレ。緊張するね。 J さんだよ。あのアジアンキングだよ。会えるんだよねえ。すごない J さんに会えるんだぜ。え、何年ぶり？2年ぶりぐらい。緊張するわ。 TJ さんに絡めるんだぜ。もう俺置物になるで、マジで。喋らんで、失礼なこと言ったらあかんから。俺喋らんからね。置物やで俺。かまへん。あのギガフェス以来じゃない。一個下かな僕の。 J さんは喋んないで。俺失礼なこと言っちゃうもん。うん、ちょっと待ってて、ここでちょっと待っててくれ。ちょっと通りてくる。おしっこ漏れそう。やばいやばいやばい。漏れる。ワンちゃん漏れてるかも。やばいやばいやばい。いや、久保地いないんだよね。朝見たんだけど見逃しちゃったよ。見失っちゃった、うん、狛江今買うとか一緒に買ってもらえば。狛江くんに。いや、大阪来ないやん。大阪とか大須来ないやん、こっち。狛江くん静岡でしょ今。お父さんのとこじゃない。もう買ったよ、小前くん。大阪来るの？大阪？買って大阪行くって？マジで？俺土曜日帰るからな、大阪。まだいるからね。羽ピアニアス。あ、大阪行くんだ。
大阪から沖縄 TJ ありがとうって沖縄行くの TJ からです。羽ペンありやす配信で買ってるリスナーがくれる羽ペンありがとう。ありがとうございます羽ペン。大須のどこにいればいいんだろう。とりあえずあれか、綿飴でも食うか。綿飴ねえ、羽ペンありがとう。綿飴そう、エラー出たとこ。今アイコスのレビューしてる。コメント見てない。あ、レビューしてんのね。あ、どんな感じかね、新しいアイコス。ティーさんありがとうって。こちらこそだよ本当に。ねえ、お世話になりますティーさん。よかった、ゲット。痛い、足首グニってなった。今いった、足首グニってなった。この段差で、この段差分かります？これ ここでグニってなっちゃったんです。今グニって足首段差で、アンチだこれ、アンチ。溝が痛かったな今。油マジで。向かうって、あ、ありやす、あ、ありやす。キジさん来るよ。あ、緊張する、緊張するよ、緊張するよ。 TJ さん来るって、来てくれるって、スターが来るって、名古屋のスターが、アジアンキング来る。アウトポール失敗、エジェクターのタイムアウト、パスワード買えないや。あ、棒が入ってない、棒がついてない。棒盗まれてるわ、棒がないや、買えないや。お店がやってないもん、お店がやってない、ダメだ。テレテレテレテテテレテレテレテテテ。無理だ、なんか軽く食いたいね。ご飯行くんかな、行かないんかな。アイコスもらって終わりかな。なんか食ってもいいのかな。飯食うんだったらあれだけど我慢する。なんか食う。今ジェイさんのお店の近くにいるけど、飯行くんかどうなの、分かんないですよね。でも忙しいんじゃないの。忙しそうでしょ、ジェイさん。予定あるんじゃないの。ランチ行くって。飯行くの、あ、行きます。もちろん、おごらせてください。おごりたいです。お。ティファニーブルーの財布がある。革財布。
買っちゃおうかな。高そう。でも こんなマニアックなやつだけど買っちゃおうかな。いらねえか。あ、ちょっと待てよ。ティファニーブルーが来るってことは俺あれに着替えとかなきゃダメだ。あれ持ってきたっけな、ティファニーブルーの。持ってきてないか、持ってきてないか、ティファニーブルー。あ、帽子かぶっとくか。帽子ありがとうございます。カンタのパーカー着替えとくか。コーディネートしないと。ティファニーブルーで染めないといけない。ランチ行きましょうって。あんたのパーク、スガキ屋、スガキ屋行くって。転売価格さらにご飯。何転売価格って。そうだよ、当たり前じゃん。何を言ってんの。転売価格プラスアルファご飯持ちっしょ。そんなの当たり前やん。舐めないで。当たり前やろ。 5万6千円。5万。お金下ろしてこないと。嘘はと。街中がさ、ティファニーブルーでなんか反応したんだけど、街中がなんか反応しちゃうんだけど、ティファニーブルー好きすぎて。僕はね、このティファニーブルーが流行る前からこれ可愛いって言ってたんで、もう先取りしてたんですね実は。ねえ、ティファニーブルーいいよね。なんとも言えないよね、あの色いいよね。吉野家でいいって。吉野家じゃダメでしょ。そう、綺麗な青だよね。そう、お酢、お酢にお願いします。そう、このお酢でお願いします。待っております。あ、あった、ティファニーブルー T シャツ、ロンティ。これ着替えるか、ロンティ。あるわ。ちょっとコーディネートするわ。コーディネートはコーディネート。あー、倒れちゃう。風つんよ。強すぎやろ風。風強すぎ。倒れちゃう。ちっちゃいんだよな、ちょっと。風強いよ。強すぎやろこれ。どう？いいっしょ。車の中待機していい？これ強すぎや風。
風強すぎやろ。だ何分ぐらいなんだろう、どんぐらいなんだろう、もう着くのかな。あーかぶって、か帽子、帽子かぶる。風強くない。 TJ さんからアリアス無料だね。20分ぐらいかかる。帽子いるな。場所分かった。ここ向かってる。背景で分かった、すごっ。笑われてる。マジっす。移動するな。あ、すいません。移動するな。すいません。動くな。すいません。いや、緊張するよ。俺だって緊張するわ。ジェイさんやで。ジェイさん。緊張するよ。初めて会わないよ。初めてじゃないよ。はい、15個ラスコイ。ゾウさん。ああ、おとちゃんです。車の中にいてもいいのかな。風強くて、あ、車もティファニーブルーにしたいですね。したいですね。したい。フワの大手さんじゃないです。何をおっしゃいますの。やめてよ。過疎だよ。